にちは、森尾フロムロンドンアトレ松戸店です。今日はヘアモード社様のパーマのヘアカタログ2021とそのテクニックブックのご紹介をお店のスタッフのみんなとさせていただきます。こんにちは、西鶴美奈です。今回はこちらのパーマのヘアカタログについてご紹介させていただきます。こちらのパーマのヘアカタログはショートからロングまで様々なスタイルが載せられております。またこちらのパーマでいいなと思ったところが、パーマをかけた後のシャンプー、トリートメントのカタログまで載っているのがすごいなと感じました。お客様とも共有がしやすく、お家でも手軽に再現性のあるパーマに作ることができるなと感じました。最後にショートからロングの横から見たスタイルなど、カウンセリングでお客様との共有がしやすいと思いますので、パーマってとてもニュアンスで伝えづらいことなんですが、こういうもの載っているので、お客様との共有がしやすいなと感じました。次にこちらのパーマのヘアカタログのテクニックブックのご紹介をさせていただきます。こちらのテクニックブックではテーマが3つに分かれて、様々なパーマの巻き方などがご紹介されております。その中でも私はこのベースカットとパーマの連動というページの部分パーマのご紹介をさせていただきます。こちらの部分パーマのスタイルは、癖のあるお客様に少ない本数で効果的なパーマをかけることによって、その癖を生かしたかつスタイリングのしやすいスタイルに作ることができる施術方法が書かれております。引き出す角度や癖に合わせたカットの仕方などとても細かく書かれており、お客様に実際にご提案するのにとても参考になりました。こんにちは、岩口です。私はこのヘアカタログのこちらのスタイルを作らせていただきました。理由は普段からあまりこういうスタイルを作らないので、こちら挑戦してみました。ポイントとしては、襟足とお土産は短い息なので、そちらはピンカールでさせていただいて、他はお顔周りなど大きいウェーブを出したいときはロッドで外巻きとスパイラルでさせていただきました。私がご紹介するのはお悩み解決テクニックになります。お客様のお悩みも十人十色あります。その中でも今回私がとても勉強になったのが2番の根元の立ち上がりとうねりです。こちらのページになるんですけれども、こちらのお客様はお顔が卵型というお悩みが書いてありました。お悩みに沿ってベースカットがしてあって、ベースカットをもとにパーマの理論がご説明してあります。特に私が今回勉強になったのがフロントの巻き方。ショートスタイルはお顔周りのカールがとても重要になりますので、シンプルかつ分かりやすい説明でとてもおしゃれに仕上がりました。私も今後の営業にもお客様にご提案しやすい説明になっておりますので、他のページも後ほど勉強していきたいと思います。こんにちは、ゼミです。私はこちらのページの回転数と巻き方の工夫で慣れないゆるふわカーリングというページを読ませていただき、実際にスタイルを作ってみました。実際に作ってみてこのページを読んでみると、ロッドの回転数や引き出す角度、そしてステムのテンションや使っている薬の種類など詳しく書いてあるために、とても分かりやすく、そして理解を深めながらスタイルを作ることができました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。